堺市上下水道局は、大阪府堺市の水道事業及び、下水道事業を管理運営する地方公営企業である。ただし、堺市の飛び地で、堺市市を経由せざるを得ない西区、筑港浜寺西町は、堺市市の管轄となっているほか、泉市室堂町と、布施屋町の一部にも排水している。2004年4月に、 それまでの堺市水道局と堺市建設局、下水道部が統合して発足。2005年2月に、堺市が南河内郡三原町と合併したことに伴い、同町の上下水道組織を合併し、現在の所管区域となった。上下水道事業管理者を代表者とし、経営企画室、サービス推進部、水道部、下水道部で構成される。 2003年1月、水道局時代に、新金岡、先行山、高領に点在していた部署を、モズウメ北町の現庁舎に統合した。阪神、淡路大震災の教訓から、地震時の拠点になることを想定した、地上5階、地下1階の構造である。当時は、上水道部署だけであり、各、フロアとも非常に余裕のある状態であった。しかし、 わずか1年余りで、建設局下水道部と統合し、上下水道局に移行したため、各階とも一気に職員が増加し、余裕スペースが激減した。平成26年度の排水管延長は 2332.1km で、あり、大阪府下では、大阪市の 5132.6km に、ついで2位で、 3位の平方市の 1090.5km を2倍以上引き離している。排水管容量、1日最大給水量は251リットルと、負荷平均の213リットルを上回っている。人口密度が大きく、山間部がほぼない自治体ほど効率、よく、この数値が低くなる傾向があることを踏まえれば、人口密度が5600人、平方キロメートルを超える、本は、 観光系が太い傾向にあると思われる。大阪府の水道の現況に、後継別給水契約栓数が掲載されている旧市長のうちの一市である。栓数369,705件は、掲載されている852,565件の約43%にあたる。 一個あたりの後継別年間収水量は 25mm が149立方メートル、30mm が797立方メートル、40mm が1788立方メートルと他の8市町平均を下回る。排水管同様、こちらも観光径が太い傾向が顕著である。ただし、50mm 以上では多市町平均とほぼ変わらない。 千北ニュータウン地区の給水が大阪府から移管された1985年度以降2009年度まで一貫して年間1億立方メートルを超えていた。特に1992年度は113、01、9000立方メートルで年度最大を記録。日最大給水量もこの年に記録した37万1140立方メートルである。しかし、 その後は、微減傾向が続き、2003年度に101、59、2000立方メートルを記録後、三原町との合併で少し持ち直したが、再び減少に転じている。2011年度には98、73、9000立方メートルと、1億立方メートルを割り込んだ。2014年度は95、95000立方メートルと千木。 ニュータウン遺管後最小。大阪市以外の府四42市町村に水を供給している大阪広域水道企業団から最大の給水を受けており、その量は全体の6分の1を超える。上水道事業について下水道部と統合する前の平成14年度以来、12年連続で3百百100万円以上の黒字を計上した。とりわけ平成十五十九年度は、 固定資産売却益が大きく、それぞれに23700万円に18800万円の黒字であった。この好調な経営状況を受け、平成21年8月には、平均約3.9%の水道料金引き下げを行った。ただ、この引き下げは、直後の9月27日に行われた、堺市長選挙の政治的影響があったとの見方も、ある。 ちなみに、同選挙は、当時現職の木原啓介が敗れた。しかし、26年度は退職給付引き当て金の、計上義務化が導入されたため28400万円の赤字を計上した。平成28年度から平成37年度まで、黒字を見込んでいる。企業再残高も、 平成16年度の33、68、200万円から、ほぼ一貫して減少している。26年度は27、05、700万円と、平成元年以来の低水準。ただし、令和7年度には、企業債が389億円まで膨らむ、見込みである。堺市のみならず多くの下水道事業体に見られるが、経営状況は、非常に厳しい。 坂井市上下水道事業年報によると企業債とト、借入れ資本金の合計金額は、平成26年度で268、22600万円で、あり、6年連続で前年に比べて減少したものの、上水道事業の10倍近くとなっている。25年度の下水道使用量収入が15,315万,万円と、過去最高を記録したとはいえ、 翌26年度は、前年比2.3%減の14、96、900万円と、使用量収入の18年分近い借金があり、経営状況は厳しい。主たる原因として、減価償却費と、支払い利息及び企業債取扱い費が挙げられる。これらは、毎年義務的に消化される額であるが、この二つの合計額は、 平成26年度で1万9 1 1 0万円と、使用料収入を大きく上回っており、今後も厳しい状況が予想される。局内で構成されている労働組合は、堺市水道労働組合と堺市下水道労働組合の二つがあり、これらは共に、自治労連携の堺市職員労働組合の構成組織である。 非管理職の大半がこのどちらかの組合員であるが、事務職員を中心に前言傾向にある。また、実労堺市職員労働組合の組合員も、少数いるが、旧三原町職員組合からの在籍者であり、局内単独の組織化はされていない。水の養成の子供で、男の子。水道フェスティバル、水道で前講座。 堺市通水100周年記念植樹祭等に登場している。ゆる、キャラグランプリ2012に出場し、得票順位は203位、大阪の11位だった。なお、堺市内には、消防局のタッシー、堺区の栄といった、マスコットキャラクターも存在する。所在地、堺市北区もず北町1丁39番2号。ありがとうございます。